トー,レスのトーストさん女性20代です、ねえー、いつもためになる情報ありがとうございます私は物心ついた頃から父親からの刷り込みによってガンオタガノタになってしまい孤独に生きてきたのですが先日男性を紹介してもらう機会がありましたその彼もガンダムが好きだというので私はとても嬉しくなりましたおーよかったですねしかし詳しく話を聞いてみたらアーケードからハマったにわかで よりにもよってユニコーンしか見ておらずガンプラを一つも持ってなくて平山とのことをなぜか平山と略すような男だということが判明しました <laughs> すいませんあの平山とというのがどなたか全く知らないでですね <laughs> <あの笑> えー、すいません、トーレスのトーストさんも僕にしてみれば、ガンダムオタクです、<laughs> まあまないですよね、それは、ガンダムというシリーズものが好きな薄いファンだという、<laughs> ごめんなさい、すいません、せん今のガ,ガンダムファンをバカにするつもりはなくてなする、するつもりはないんじゃないよな、<laughs> まんまんにあるよな、ね、すいません、はいはいはい、平山とのことを、平山と略するような男は嫌なんですね。 え修正してやろうがと思いましたが急にインスタのストーリーにガンダム関係の画像を載せて私からの返答を待っている受け身のそぶりや自分の話ばかりするところが気になってしまい耐えきれず縁を切っ,て切ってしまいました負けました私のような厄介オタクは孤独に一生を終えるしかないのでしょうかくだらない悩みですが目を通していただけると幸いです ああ、20代ねトーレスのトーストさんいやあの僕はあのいろいろ言ったんですけどもユーチューバーにななればいいいんじゃないですかね。そういう女性はですねすっごいニーズあるからですねモテモテだと思うんですけどもいろんな自称オタクの男性をですねこいつはにわかだとかですね でできればですね、ガンダムオタクのモテない男性が敵視してるようなですね、イケメンの男の人でですね、ガンダム好きだよとかですね、そういうふうなやつをですね、こいつはにわかだというふうに罵倒し侮蔑するような断定する配信した,信したらですね、すぐになんかこう収益化できると思うんですけどもヘライザー戦略と僕は呼んでるんですけどもですね、彼氏になりたい候補も吐いて捨てるほど。 湧いてくると思うからですね。ユーチューバーになってですね、にわかのガンオタをけなしてですね、どっかに本当のですね、私より濃いガンオタオタクはガンガンのタの男性いないんですかねって愚痴ってりゃいいと思うんですけどね。赤いネクタイそうなんですよね。一応あの復活のシャアというふうなことで。 まあ、シャアっぽい格好って何なんだろうと思ったら、赤と黄色と黒が入っていればいいだろうというようなことで、まあ、組み合わせ考えたらです。割とあの、見た感じ、地味な感じになっちゃったんですけど、まあ、こんな感じでいいやというふうに思ってます。<laughs> ほうほうほうほ百色。ああ、百色というね、やり方もあるんでしょうね。もう、シャアは金色。そういうイメージあるんだよね。 僕はあの、ゼータを評価していないので、百式というモビルスーツは二次創作だと思ってくださいます。<laughs> ゼータガンダムとかダブルゼータというのは、あの二次創作だと思っているんでですね。逆襲のシャアを見たときに、映画版の逆襲のシャアを見たときにすごい変な感じがして、 機動戦士ガンダムというテレビシリーズを見て、まあ劇場版まではまあ一応ありでしょう、ありでしょうと思ってて、まああのね、作り手がもう若気のいたりでこんなの作っちゃうこともあると、シャアを活かしてしまうなんて本当に大失敗だとテレビはあんなにいいのにと思ってて、まあ許してたんですけどもですね、逆手のシャアを見たらアクシズという耳慣れない言葉が出てきてですね、なんじゃそれとか思って。 思ったんですけど、まあ、逆死のシャア面白かったので、そこからの繋がりでゼータとダブルゼータはちゃんとあの全部読みましたという、まあ、これぐらいのですね、ガンダムものなんですよね。ジオンの脅威の酒場のシャアの格好をやってください。なるほどね。なあ、あれだったら白のススだから、ま、あできるはできるんでしょうけれどもですね。<laughs> <laughs> まあ、そこまでやるともう本当にコスプレ大会になってしまうんで、まあ、これぐらいにしましょう <laughs> と思います。ありがとうございます。 なんか白スーツの需要少しあるのかびっくりしたな。まあ、ガンダムのね、好きな人間だったらね、なんかこう日常生活の中でのコスプレって一回は考えたことがあるんじゃないかな。その意味では、あの、うまいのはカズレーザーですよね。コブラのコスプレとして、うまくこう成立してるのがね、いいと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。